なんか適当、やっぱ、うん、なんか欠けてるのかもわかんないですね。まあ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 、そういう人間な、人間なんで。人間なんですか？本当に人間ですか？まあチョコはこれであと2回勝ったら優勝3連覇。あ、そう、確かにそうですね、チョコこれ3連覇がかかった試合ですね。チョコ全Wii U がかかってますよ、Wii U が。はいはいはい、 Wii U がかかってます。Wii U、 Wii U、 Wii U ですか。欲しいですね。彼なんかもうよくわかんないけどアミーボたくさん買ってました。彼は誰ですか？チョコゼロサムです。あ、彼そういうのも趣味なんですよね。あ、やっぱり好きなんですね。寝てる時にアミーボ同士で対戦させレベル上げてたらしいです。はい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 、いやー暇人ですね彼も。なかなか、まあ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 、まあ、ただスマブラが大好き、そんなに大好きだからこそここまで勝ち上がれる、ね、安定してアミーボすら愛してしまう、はいはい、愛が伝わりますね。これは試合ですよ、チョコの。素晴らしいです。対するレインはまあそういう強キャラ、そうですね、レインは勝利だけを追い求めて強キャラを探し続ける殺意の波動にも、もう目覚めてますね。もう殺意の竜みたいになってますね。いつもそうです。まあでも最近ちょっとそういうの抜けてきたかもしれない。はいはいはい、彼もやっぱり楽しみ方を覚えてきたんですよ。そうですね。さあとか言ってるうちに勝者がこれはどこ、グランドファイナル、グランドファイナル1戦目始まりました。相変わらずにですね、先ほどと全く同じステージ、全く同じ色、全く同じ状況です。これはさあバナーを出してダッシュガードでいつも通り安定して様子見をしていく。さあチョコゼロさん、ファイナルです。クマで差し返す、甘いところにはクマへ。さあそこからつかみ、クマの後あれよあれよといううちにつかみまで入ってしまうっていう、この低パーセントの宿命ですね。これうまいですね、着地狩りが。さあ回避を見てからしっかり DA、 レイン崖に1回捕まってフリップで戻ってくるが、しっかりフリップ読まれていたが、判定が強すぎてちょっと操作になってしまった。うまい、うまい、このつかみ、フリップの対策がマジでうまいですね。そうですね、しっかりいる場所に、おっとこれは危ない、横強しっかり受け身を取ってリセット、クマへ。さあレインディディどうするか、おっとさあバーン出して、いつも通りの展開、ジャンプを読んで空白するが当たらない。おっと このつかみすかしに簡単にバナナで半角を取っていきます。このキャラ半角の範囲が非常に広いですね。広すぎますね。ずらしはしっかりしてるので死なない。さあ駆け上がり厳しいが上がって NB、 うまい、うまいです、このフリップ。あ、おっとこれは後ろが当たった、あ後ろが当たってしまった。威力は強いがラインがあったから生きる。さすがに。さあ NB ガードしてラインを詰めていく、バナナ消えてしまった。さあまた、さあレインディディどこでバナナを出すんだ。チョコゼロさんは NB を巻いて NB を巻いてしっかりしっかり、いつか自分の有利の展開。おっとこれは厳しいか、前投げもそこそこ飛ぶんですけど、あそこで死ぬほどは強くないですね。そうですね。さあ NB で帰ってきて、先ほどからしっかりバナナを占有してますね、チョコゼロさん。うまいです、このこれで死ぬんですね。おお、これは非常にうまい、これ使い手の技が出ましたね。これ前投げが強いです。強いです、このキャラ投げ全部強いですね、本当に。ポップガンを打ってラインを詰めていく、あとはこれはちょっと反撃を見せてしまったか。 NB、まあ、しっかり高さを使い分けてショートジャンプに刺すときと地上にいるディリに刺すときとっていう形で NB 使い分けてますね。チョコゼロさん空へ空後ろちょっとコンボ見せてしまったか。空前のおかげで当たらなかった NB が、さあバーンを取って、おっとこれは甘いクエネ、2段ジャンプを使ってしまったから反撃、クマで暴れていく、冷静で、おっと冷静ですね。さあチョコゼロさんしっかり着地して NBNB DA ちょっと甘かったか、しっかり読んで引かれていた。おっとこのバナナをガードした後の展開っていうのも非常に怖いですね。ジャンプするとクエをされるし、回避をすると普通に捕まれると。そうですね、はい、ガードしただけでも怖いです、あの技。さあ DA 着地を待って、クエクエ、あっとこれはちょっとミスってしまって暴れを当たる。さあこの崖際にバナナを置いたもの、おっとこれは危ない、だいぶ悪さ、ずらしをミスってしまう。あれ確定するパーセントが、はいはいはい、おっとこれは読めない、読めない、読めない、レインディディラインを詰めていって、超絶さま下 B 下さま下さま、しっかり牽制を振っていく。おっと DA、先ほどからちょっと DA を振っているがあまり当たっているイメージがないですね。これ厳しいですね。さあどうやって帰ってくる、帰ってきたグラップ、そうですね、おっと
強気のフリップは当たらない。聞いてこれは NB NB さあ NB 当たったらこれディリンガも非常に痛いぞ。これはおしっかりバナナを読んで、おーっとこれはジャンプを読んで食え。レインさんよくやるんですよね。そう大好きですね。食えするっていう、はいはいはい、非常に強いセットプレーです。特に敵のラインがない時なんてのはあれは非常に厳しい行動ですよね。あれ本当に頑張って避けよう避けようと思ってもいつかやってしまう時もあるんですよね。まああれはバナナ浮いてバナナキャッチしながらラインも回復できるので、はい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 、やられた側としても強い行動の一つなんですよ。はいはいはい、なのでそれを軽く上ですね。うんうんうん、でしかもこの D の大ジャンプ空上って非常に反撃が取りづらいんですよね。まずそうですね、地上の相手に当たりつつなぜか自分は頭上にいる。そうなんですね、反撃どうやって取るんだあれっていう。またフリップは着地狩りもしにくい。そうですね、いろんなプレイヤーを見てますけど安定して反撃取れてる人はあんまり見たことないですね。難しいですね。まあ、あと足速いキャラじゃなくてやっぱり、はい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 、さあ2戦目入りました。最終決戦、最終決戦です今完全におかしかったねこれフリップガードにしっかり刺さって、フリップも地味にダメージが高いですね。これ 13% っておいおい、ガード崩しつつ横から飛んできつつ 13% って、おっとこれは横スマレインフリップで暴れていってなんとか9ヒル。 NB 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 下投げ空上、非常に先ほどから見ていると分かるんですけどチョコゼロサムというかゼロサム側がやっぱり窮屈そうに見えますね。そうですね、どうしてもダッシュされるだけでもなんかゼロサムがちょっと窮屈っていうのはありますね。レイン側はいろんな読み合い、レイン側というかディリー側はいろんな読み合いを仕掛けていってるんですよ。っとこれは後ろでフリップポカルが、そうですね、今スマッシュ入力だったら狩られてたかもわかんない。いやあれ内側ずらしをすれば入らないらしいです一応。はいはいはい、おっとうまい。さあこれです、これですねこのキャラね、空上が非常に速くて広いから着信狩りをミスるとあっという間になぜか自分が浮いてしまうっていう状況もあります。あと危ない危ない、これはおっと危ないぞこれは。さあ安定して帰ってくるか、帰ってきた、ね、さあ崖下に下スマ NB 置いていく電気ショック空城、おー読んでしっかり空城、空城で差し返す。バナナ没収されたが今横下見読んで、そうですね、スタビーでも狩るの難しいんですよね。はいはいはい、お互いこの逃げの機動技、視力技となる技を読んでどうやってこう勝っていくかっていうところです。そうですね、チョコゼル様はフリップを買ってレインリリーは下火を狩る、下火を狩りたい。ただこれ非常に横移動もそこそこあって狩りづらそうですね。先ほどから敵があるんで頂点まで、はいはい、掴みを入れて、おっと、おっとこれはあーっとベクトル変更見せてしまいましたからね、食う前のこれしっかり、かはいはいはい、危ないこれは。さあチョコゼロは有利状況だ、おっと、おっとまさかの強気の攻撃、だいぶ強気ですね、おっと反撃を見せてしまうか、まあ、しかしこの強気がレインの長所でもあります、ね、はい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 、おっとつかみ、ああ回避を見ていたが弱が早すぎる、あこれは危ない、うまいずらしている、危ないこれは、半角はない、これ半角ないないのかなこれ着地隙ないんですかねあんまり全然ないです、はい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 、強い、おっとさすがに遠すぎたです、うん、さあ空しろ当たらなかった。チョコゼロ様なんとかバーストしていきたいかここは。やっぱタイリリーは結構ラインがなくなることが多くなるのが多いですね。あっとこれはちょっと遠かった。おっと。おっ。空城が出なかったか。白。おっと下様の方向を見せて。しかし後隙がないから狩られない。この崖際でバナナを狩っても特にリターンが取られないっていう。そうですね。あーこれは痛い。ちょっとバーストが苦戦して。そうですね。バーストに苦戦していくうちに、おうまい。クーシロしっかりバナナ投げを読んでクーシロバナナを出してレインリリー 74% 有利ですね。これまだまだ分かりませんよ。そうですね、うまい、あーこのジャンプを読んでく上ボハコですね。ジャック暴発か、優しいですね、優しい、はいしっかり横行カードから反撃、怪しいパーセントになってきましたよ。チョコゼロさんも厳しいパーセントになってきた。おっとこれは甘い、甘い崖上がりをしっかりつかみで勝って、しかもずらしを見せてしまって死んでしまった。最終決戦取っていったのルイン。さあ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 面白くなってきましたねこれは。本当の最終決戦ですよ生アジャさん。さあこれ前回は
全く同じ展開？全く同じ展開ですね。おっとこれは。いやただ違う点があるとすれば、今の最終決戦3本目いきませんでしたね。ああなるほど。確かにレインが練習しましたね今。前回はギリギリでレインが勝ってるんですよね。これやられる側、勝者側で、はいはいはい、一気に取られるのを精神的にだいぶくるんで、はい、ああ確かにそうですね。あでもこれどう調整してくるかが見ものですね、はいはいはい。まあ私なんてのはこんな大舞台には登ったことないんでわかんないんですけど、まあニエトンさんはそういう経験も豊富だと思うんで、やっぱり精神的なところも分かってると思うんで、だいぶ弱気になりますね、はいはいはい。ただこのチョコゼロさんは鋼の心を持ってますからね。やっぱり対するレインはそういうところでなんか相手の精神をつたものにするのが結構得意なプレイヤーなので、逆につけ込んでいきますと。そうですね、ここでチョコさん崩れずに頑張ってほしいところですけど、この人自分が有利の時に相手が弱気になった瞬間を必ず見逃しませんね。レインという男は弱者狩りが好きなんです。そうですね非常にそういう相手のメンタルにつけ込むっていうのは、はいはいはい、なんか言葉じゃ悪いですけど、まあ、それは勝負をする上では非常に大事なことなんで、はい、ただ火力とか稼げる部分でもあるので、そうですね、これは本当の最終決戦、流れを取るのがうまいですね、はい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 、本当の最終決戦1戦目チョコゼロサム対レインディディ、この2人本当にロックマンが好きですね。おっとクーラー割れてクーマイまで、はい、ロックマンのファンですね。ああそうなんですね多分嘘だと思いますけど適当に流しておきます。NB はバナナで総裁、ただこれまあバナナで消されたらディディ側嫌なんで、正直総裁したらうわって思っちゃうんじゃないですかね、ディディ側は。まあそうですね、ディディ側はまたバナナを出さないといけないってことで、はいはいはい、後隙が出てしまうってことで、このレベルの戦いになるとやっぱりバナナを出すっていうこと自体にリスクがどん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 前ですね、回避見てます。おっと前 NB 着地をどうやって狩る、フリップで逃げていく、クマをかざして読み合いをする、反応が遅れたらしっかりこうやって読み合いに切り替えていく、下スマ方向を見せてしまう、投げが前、確定空前、パーセントが高い。おっと危ないか、これは今のレインさんも結構タイミングずらしたんですけど、はいはいはい、そうですね、ただチョコも合わせてきましたね、はいはいはい、今しっかりもっともっと我慢して崖まで行くっていうのが正解タイプです。崖に行くのが正解でした、はいはいはい。さあバナナがまた削られていって、うん、この甘いところに DA をしっかり刺していく、この技十分使えるじゃないですか。だいぶ強いですよね。強いですね。さあ引きを、おっとこれはうまい、生きてる、ただギリギリ生きた。さあ復帰阻止が怖いか、うまい、安定して復帰してくる。さあさあさあ下スマ当たったら死んでしまうぞ。 DA 反撃、反撃ミスりませんね。今ちょっと甘い DA でしたかね。今もっとあったこれ、対応範囲が広いゆえにこの後ろ側なぜかダメージがでかいというよくわからない。さあ今回避を読んでの、おっとこれはちょっとミスってしまって、あワイリーが、ワイリー基地、レインが助けた。やっぱりこのステージだ、狙っていた。今誰もが死んだと思った。さあ何もなかったかのように試合が進んでいく。そしてレインもすかさずあそこで壁キックを選択したの。そうですね、偉いですね、しっかりリリー使ってますねこの男。さあぶっぱしていく、あっとうますぎる、ぶっぱを上見で反撃、最大です。今の今の素晴らしいですね。さあ回避を横行で勝って、おっとこれは厳しい、あー危ない、おっと回避がバレてて、ちょっとこれはちょっと厳しくなってきたか、厳しいですね。バーストされてちょっと焦っているか、あーこれはうまい、このめり込んでいるとバナナ投げからしっかり横綱が確定します。相手はあっという間にします。この横綱マジでやばいですからね、本当に強いです。おっとダブルラリアットですか、モンキーパンチと私は呼んでますけどルパン三世みたいな、ルパン三世です。さあさあさあレインバナナ出して、おっと強気、回避を読んだ、うますぎる、うまい、うまい、これは非常に回復が高い、早すぎる、早い、読み合いレイン、この弱気になった、回復が出る、強引すぎる、これがレインだ。さあチョコターンをやっと戻す、おっと着地が厳しいか、おっスリップを読んでいて、暴れるがしっかり着地する、何事もなかった、危ない。さあチョコ着地がいい、このまま殺したい、反省がついてます。下さんちょっと落ち着いて、おっとこれは危ない、ずらしを見せてしまった、一歩目取っていったな、レイこの男は勝負どころでしっかり掴みを通していった。伊達に十何年間もスマブラをしていないレイン、いや本当にただのオタクです、非常にうまいですやばいですね、やばいですね、今途中のレインの流れはやばかった。そうですね、2ストック目序盤の火力でしっかり押し切ったっていう感じですね。あのまま行ってしまうんじゃないかっていう流れでしたけど、
何度も読み合いはあるんですけど、なぜか通ってしまう。そしてチョコもそこで切り替えていってからも冷静に回避とかを見ているってもはい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 、焦ってしまってすぐまた出してしまうとかはいはいはいしっかりと回避を見るんです。冷静ですね、どちらも。ただ読み合いっていうところで最後の1回レインが勝ってしまった。まあちょっとミスもありましたけど、そうですね、どちらかというと下投げの変更を見せてしまったのがこうちょっと敗因かなっていうところですね。しかしあの緊迫した状況でいきなり苦しさなきゃやはりずらそうですね。正直これ今のところ10割できる人ってあんまりいないと思ってます。8割は安定してもそうです、ね、あと2割で死ぬって考えるとやばい。そうそうそう。しかもさあ2戦目これでレインが勝った。レインの優勝。さあレインチョコのディフェンディングチャンピオンを崩せるか。さあちょっと今の NB のミスか。ああ NB ミスしてしまった。さあチョコゼロ様ここは落ち着いてしっかり対応したい。おっとバナナを先に取った。おっとこれ危ないぞ。お今のちょっと曲がり方怪しかったですね。ああフリップを見てからダッシュしたがちょっと間に合わなかった。はい横強。おおこの男横強ガードしてしっかり空白で反撃取る。お互い反応が早いですね。レインがちょっと乗ってきましたね。乗ってきてますね。このショートジャンプを呼んで空前反撃を取っていく。ちょっとこれはチョコ厳しいね。うわおーこれはやばい。これは DA 通り過ぎをしっかり見て横スマ。この技マジでどうにかしてほしい。おそらくそうですねさあ着手勝ってレインのターンがまだまだ続くか。これはさあしかしチョコも冷静ですよ。チョコはあえて攻めずにしっかりと自分の立ち回りを崩さずに、はい、そうですね。そこはチョコの強さでもありますね。やはり鋼の心。さあバナナをしっかり没収して、おっとこれはもったいない。地味にレインさんのうまいところの一つとして相手をバナナを投げるタイミングにしっかりと組み合わせて攻撃を当てつつバナナを取るって最大リターンを取っていくという。うまい、うまい。しかし受けが間に合ってしまう。さあチョコ、おっとこれバナナを DA で取ろうとしました。あー反撃を見せてしまう。さあしっかり。あーそっかそうっすね。そっか掴みができないんですもんね。さあこれやばいですよ。これはやばいですがチョコはしっかり巻き返していきたい。チョコならやってくれる可能性全然あります。空白これ非常に強い技ですね。なんとかして最終決戦まで持っていきたいが持っていきたい。スマッシュ入力見せましたね。おっとこれは厳しい。ラインがラインがどんどんなくなっていく。ここに来てレインがラインとレインは聞き間違えてくださいちょっとさあ駆け上がりフリップ。おおこれは読んでいた読んでいたで読んでいましたね。キックあれちょっと確認して狩ろうとしたらキックが強すぎたっていう。これ非常に多いですねこの展開。さあちょっと初歩的にはだいぶ厳しい展開だが精神的にきついですね。空白でバーストラインまで行ってしまう。非常に厳しいこれ。おおさすがさすが見せてくる。なんだこのオタクは。あったー回避を見でしょうか。おそらく空白を見せたんだと思いますけど。まあ、そうでしょうねさあおっとこれはチンパン。さあちょっとレインさん乗りに乗りすぎてたな。おーコスマッシュ死なないぞ。あさあ復帰どうなる。チョコここで殺したい。レイン復帰は練習しましたって言ってました。おおそれ素晴らしい。クッション後ろ後ろ嘘だーあーなんだこれ優勝レイン。おめでとうございますリプレイ撮ってください。レインさんああの空前とかは振ってたんですけど、はい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 、空中に追求全然いかなくなりました。ああなるほどなるほど。さっきまで空中で空とか言ってたんですけど、はい、あのそこで全部下火合わされちゃう。うんうんうん。で逆に浮かなくなったことによって、はい、下火を打たせてそれを着地枯れない。はいはいはい。枯れないと判断したからこそ自分ができる範囲でリターンを取っていこう。戦法を変えてきましたね。はいはい、逆にチョコはその戦法の切り替えに少し途中まで、はいはい、ちょっと今ついていけなかった。おめでとうございます。インタビューしていきます。おめでとうございます。まず準優勝したチョコさんから。